はい、お疲れ様です。虹たま屋の北川です。今日もねフェルト教室始めていきたいと思います。今回はねコーギーの口の中を作っていきたいと思います。で今ねこれね口の中を作っていくんだけど、これもね人それぞれやり方がいろいろあると思うんだよね。で僕がねなるべく簡単な方法をとっていて、こうやって黒いねわたわたを使って口の中を差し固めていってます。でね特にね今回口開いてる子なんだけども、今回の子は歯を見せる必要がなかったので歯は作りません。ここもね本当人それぞれだよね。粘土で作る人もいるし、粘土もいろいろ素材あるじゃない。僕はこう樹脂粘土しか使ったことないんだけど、オーブンで焼くタイプのやつとかあるじゃない。ああいうのもね、もう試してみたいんだけど、なかなかね、ちょっと時間なくて、こう、じっくりやりたいんだよね。何か試すときって。で、オーダー入るのってね、こう、すごくいいことではあるんだけれども、どうしてもね、それに時間が奪われちゃって、こう、新しい、なんかチャレンジしたいとか新しい勉強をしたいとかっていう時になかなかね時間が取れないのがちょっと結構ねネックになってるよね今は。贅沢な悩みだとは思うんだけどね。オーダー入っててありがたいことだから。でね下唇、下顎かもねこれね樹脂粘土で僕作る場合もあるし、歯を入れるときは粘土でやる、黒い部分をね。で今回は舌だけを粘土で作って、その他ね口の中はもうこのフェルトで黒いのを貼り付けて作ろうかなと思ってます。でねもう今下顎をつけていく状態だよね。とにかくねもうこうやって少しずつ顔は作っているのが現状です。もうね少し作ってはまた違うことやって、で気になったらまた肉付けしてってね、ほんとそれの繰り返し、少しずつ少しずつ作っていってます。でねこうやって顎をつなぎ合わせた後、まだねこの幅が狭かったりとか肉盛りをしなきゃいけないところがあるから、そういう細かいところもしっかり微調整しながら全体的にねこの下顎の形をこれ今整えてる最中です。これもね下顎つけるとき、その口の開き方の角度とかっていうのも少しずつこう気をつけてあげるようになると、ただねつけただけじゃ不自然になっちゃったりするから、その口角のつけ方もそうだし、その周辺のこの肉の盛り方とかそういったところもね非常に大事になってきます。はい、ここからはね耳を作っていきます。これね模様をマーキングしています。で今回使う色はねこの6種類をメインに使っていこうかなと。これをね組み合わせながら毛色を作っていきます。でねこの毛色の種類を教えてあげればいいのかもしれないけど、ちょっとねそのメーカーとかによってその毛色の呼び名が違うと思うから、大体ねちょっと画像を見てこんな感じの色で合わせてるんだなって思ってもらえればいいと思います。これはね柴犬によく使う毛色と、あと焦げ茶色、これをねこれ見た目でやってるんだけども、それを半分くらいの量こうやって広げてあげて、この3色がね均等に混ざるように、僕はねこういう手法をとってんでね、同じように並べて、でそして混合する。じゃあ大体いい感じの割合でね混ぜることができるので、こんな感じでやってます。でね実毛が今回はあるので、実毛とねちょっと毛色を合わせながら、でちょっとねまだ濃いから白を混ぜた方がいいなってね今思ってる時かな、これでね白をね少し混ぜてみて色を合わせてます。
まあ、この辺は多分もう場数を踏むしかないと思うので、何と何を足したら何色ができるんですかっていう質問も結構来るんだけども、それはね、もう何とも言えない。自分で合わせて感覚つかむしかない。で、特にオーダーで作るときに気をつけなきゃいけないことって、やっぱりこの毛色もすごく重要なポイントで、ね、毛色が違ったら全然違う子になっちゃうから、だからなるべく毛色を合わせるようにすることで、気をつけなきゃいけないことが一つあって、依頼主さんがこういろんな写真を送ってくれるじゃない。その子の年取ってる時の写真だったり、若い時の写真だったりで、やっぱり、ね、最初のやり取りの時に毛色をどの写真を基準で作りますかっていうのを確認しなきゃダメで、それで、あ、この写真で作ってください、この理想の色で作ってくださいみたいな感じのね、やり取りができると思うから、そこを明確にしておくこと。じゃないと、このどの色に合わせて作っていくかが分からなくなるからね。そうやって基準の色を話し合いをして決めておくっていうことが大事です。あ、これね、今画面はね、何やってるかって言ったら、そのこれから作業ね、何日もかけてやらなきゃいけないから、この混ぜる毛の割合、何対何で混ぜるのかっていうのをね、こうメモしてね、目につくとこにね、貼っておきます。こうすることで毎回同じ色を作れるので、ね、結構ね、忘れちゃうんだよね。これやって違うことをやってってやってるうちに、あれ何色と何色を混ぜてたんだっけ、割合どうだったかななんてなっちゃうのでね、そうならないようにメモしておくといいかな。あとね、もう一点、そのオーダーの毛色作るときに気をつけなきゃいけないことがあって、写真見てねやる人とか、あるいはそのパソコンモニターで見てやる人とかいると思うんだけど、特にパソコンの人は、モニターによって映し出されてる毛色が違ったりするから、そこね、十分注意しなきゃいけない。僕もデュアル画面で、画面ね、モニター2つ置いてやるんだけども、置いてるモニターのメーカーが違うから、やっぱりね、毛の映り方違ったりするんで、色の映り方がね。で、そういったこともね、もう十分ね、注意してやる必要があります。これはね、ここからね、実際にも毛を入れていきます。で、さっきマーキングしたところはね、白い毛の模様が入ってるんで、まず先にそれを入れていきます。まあ、これもね、少しずつやっていくしかないので、これもね、耳の裏っていうか、耳の、なんだろう、毛を入れるときもね、まあ、すごく短毛なので、それをしっかり、もう植毛というよりも貼り付けっていうイメージかな。もう何が正しいんだろうね、言い方。 いろんな言い方があると思うんだけど、刺し固めとかね、植毛とか貼り付けとか、なんか人によってね、表現の仕方が違うんだけど、僕はね、この貼り付けって言ってるんだけど、まあ、こんな感じでね、少しずつ刺していきます。で、今ね、これは茶色をいきなり刺してるわけじゃなくて、この茶色と白を混ぜて、グラデーション色を入れてから、今茶色を入れてってます。めんどくさいんだけど、やっぱりその、毛色の変化する部分、ここにしっかりとね、グラデーション入れてあげないと、やっぱりすごい、雑っていうか、大味になるっていうかね、なんかすごくもったいなくなっちゃうので、急にこう毛色が不自然に変わる、ぬいぐるみチックになっちゃうので、そういうところはね、やっぱりほんのちょっとなんだけども、入れてあげるだけで変わるので、そこは手間かけてあげる場所。まあ、結局のところ、リアルに、どれだけリアルに近づけて作れるかっていうのはね、どれだけ細かく深い仕事をやっていくかのね、積み重ねになると思うんで、僕もね、言ってる割にはもう全然ね、大雑把なんだけども、この貼り付け方とかね、本当にすごく綺麗にうまく作る人たち、すごくリアルに作る人って、もっとこの毛の入れ方、少ない量で本当に慎重に慎重に入れていくから、それもね、もう時間があったらぜひね、実物大の猫をすごく時間かけて作ってみたいなっていつかね、思ってんだけど、なかなか今そうはいかないんだけども。
まあ、こうやってね貼り付けた後バリカン刈る前に一度ブラッシングして、で毛を起こしてからバリカンを入れて、で再度もう一度ね弱いとこ叩いてあげる上から。でこれもねほんと叩きつけるだけ、貫通しないように叩いてるだけで、全体的に毛の流れ考えながら、毛を潰してやる、寝かしてやる、貼り付けてやるっていうイメージ。今ねこれブラシ不規則な方向っていうかね、あのまっすぐに引かないで横に引いてたんだけど、ブラシのねそのかけ方一つでもね工夫したらちょっとねいつもと違った毛の起こし方とか流れをつける時とかね、いろんな工夫ができるから、まあ道具もね同じ使い方じゃなくていろいろ工夫して使うとねいろんな発見があるからね、これもまたいろいろやってみるとねいいよ。これはね、まあ、最終的に今仕上げ針で整えてた感じかな、あの針の穴がないように。で出来上がったら縁をこうやってねカットしてあげる、ハサミでもいいしバリカンでもいいし、まあ、こんな感じだよね。でまた仕上げ針で最終的に綺麗に整えてあげる。ね、いい感じになってきたよね。でね、カットした毛っていうのは今みたいにもうこまめに掃除機とかで吸い取ってあげる。やっぱりね、あの作品ポロってねパーツ落としただけでね、あの余分な毛がついちゃったりね、邪魔くさいことが起きちゃうんで、もうこまめにゴミは掃除していく。はい、こんな感じでね2つ耳が出来上がった。でここからね耳の内側ピンクを入れていきます。これピンクもねいろいろ何種類かあると思うんで、僕はね今ねこう薄いピンクと少し濃いめのピンクの2色を持ってるんで、これをね混ぜ合わせて使っています。まあすごい大雑把なんだけどね、まあ、こんな感じで耳の内側とか、あと犬作るときはお腹なんかもねこのピンク入れるようにしてんだけども、でこうやってねかぶせちゃうとまた分厚くなっちゃうんでね、またもう一度しっかり耳の縁をね薄くしてあげる。してこれねスピード針でね叩いて貼り付けてます。でこの時も気をつけなきゃいけないのが、スピード針で叩いて貼り付けるんだけど、あの絶対に貫通させないようにする。これ貫通させちゃうと、せっかくね後ろきれいに植毛したのに、あのねこの白い毛とかピンクの毛が裏側から飛び出ちゃうので、貫通をさせないっていうことがポイント。でさっきと同じようにね耳の縁をこうやって分厚くなったところを薄くなるようにね差し固めていきます。でね立体的にするためにこう折り曲げてね内側で差し固めて形を整えてる。でこの時もねあの裏側飛び出さないように気をつける。ね、時々ねこうやって頭に合わせてみて自分でこう様子をチェックしながら、これねあの僕のやり方はこれから映るけど、これね僕ね大体合わせたらもう目見当でいきなりこうやってつけちゃうんだけど、これはねあのみんなやっちゃダメです。ダメですっていうか、やれる人はやってもいいと思うんだけども、やっぱねあのちゃんとつけるためには待ち針とかああいうのでちゃんと一度刺して耳仮止めしてバランス見てってやるべきです。僕も一時期やってたんだけど、結局ねすぐやらなくなって、結局自分でこうやってつけてんだよね。で慣れてない時は、慣れればねこれでもできるんだけど、慣れてないうちはやっぱりねその耳があの均等につかないのでね、ずれてついちゃったりするから、やっぱりマーキングして待ち針で仮止めをしてっていうのが理想です。でね今これやってるのはね、耳つけたら、そのままじゃ弱いから上からわたわたで補強してます。あ、
僕あの時々わたわたとか言ってるけど、僕使ってんのはあのランビエです。だけどちょっとあの一般的に通じやすいかなと思って、あのわたわたって言ってるだけなので、使ってる素材はランビエを使ってます。結構ね、あのその浜中のわたわたと、ペレンデルさんで僕が買ってるそのランビエとか、あとね他にもいろいろね羊毛屋さんがあったりとかね、個人でね販売してる人とかもいるんだけども、まあそういうところでもね、あのウールバッツっていうんだけども、あのこういうわたわたみたいな素材のやつ、細かい繊維が絡み合って固めやすいこの素材をバッツっていうらしいんだけど、この形状のね、なんていうかな、素材を使うのもいろいろね、その素材によって固まり方が違うんで、特にね僕はこの2つ3つ試したことがあるんだけど、他にもあるんだけども、やっぱり、ね、今のとこ一番いいのがランビエが僕は使いやすくてやってる。でね、最初の頃やっぱりわからないからわたわたを使ってたんだけど、やっぱね今になって時々使ってみるんだけど、全然固まらないっていうか、もうサクサク入ってて、なかなかやっぱり形作りにくいんだよね。であんまりね、こうやってね公の場で言っちゃうとね、なんかね浜中さんの悪口みたいになっちゃうから、あんま良くないなと思ってんだけども、まあでもね、あの、やっぱ固めやすい、固まりにくいとかいろいろあるからね、まあやっぱり素材も選ぶっていうのがとても重要。まあ耳の付け方もね、これ人それぞれやりやすいやり方あると思うんで、決してねこの僕のやり方がいいとは思ってないので、もっとこううまく綺麗につける方法あるんだろうなとかね思うしね、せっかく折り目つけてね立体的にしてんだけど、うまくこれつけれてなかったりするし、で今ねこれね何やってるかって言ったら、耳もうちょっと離れてた方がいいなと思って、結局ねこうやって補強して耳を外側に出すようにいろいろしてるんですね。もうほんとね試行錯誤の繰り返し、毎回。だからなかなかね毎回うまくいくっていうことは少ないんだけど、まあ今回はね大体こんな感じでできてるんだけど、これねまだまだ全然顔未完成です。これからまださらにね肉付けしていきます。はい、今回はねこれで以上です。はい、じゃあまた。